こんにちは、すみません、暗くてみんなね、寝てるっていうので静かに言ってこうと思うんですけど、先日ですね、行われました井上尚弥選手と、アラン・リパイン選手の、一戦で、まあ、言い訳になってしまうんですけど、自分は、ここからホールにいて、ダブル東洋戦と、スーパーバンタム級王座の、3試合を、現地でね、見ているというところで、モンスターの、試合はね、見ておらず、その帰りの電車で、ツイッターのね動画とかニュースで知ったんですけど、うん、まあその時に何て言うんだろう、いろいろね自分が上げた動画で、これはこういう試合だったんじゃないですかとか、中にはねこうちょっと論点がずれてるななんてね、まあ、コメントがあったりというところで、あの一つだけちょっと申し上げますけど、あの井上尚弥選手のアンチではね全くなくて、で余計になっちゃうんですけど、やっぱね、早期に決着がねこっちもつくと思ってて、で別に苦戦したとも思ってなくて、でそのちょっと、舐めてた部分もあるんじゃないのっていうぐらいだったんですけど、でもやっぱ今試合見たところ、確かめながらね、試合を行ってたなと、で試合前にねその想像を超える勝ち方をしたいとかね、ジャブのその、リードのパンチで倒しますなんてことをねモンスターがおっしゃってたんで、なんか本当にそれを期待してましたね。その額面通りで、試合はねそのなんていうんですかね 100% はないですし、で思ったような、結果もっていうところなんですけど、それごとね想像を超える勝ち方というところなんで、変な話ですけど、その、波動で倒すような息を、なんか期待したというところで、本当にジャブで倒しちゃうと、ただそのディパイン選手、これ私の試験ですけど、かなり強かったと思いますね。でその IBF 5位で、で戦ってきた相手を見てもそんなね、言葉悪いですけど、名のある選手とやってはなかったじゃないですか。でタイトルもね持ってるわけじゃないと、でこの選手がなんでね IBF 5位まで上り詰めてるんだっていう感じで見てたんですよね。でまあちょっと言葉が悪いですけど、まあそのね、カマセで、でまあ日本でモンスターが見れるよっていうところに今回の、試合のその重きというかねがあったとは思うんですけど、モンスターを日本で見れるっていうところにね、でも本当にね、それこそ小的なね感じだったと思うんですけど、まあ結果蓋開けてみたら、かなりアラン・リパイン選手強かったなと。でこれがねもうまた試合をね重ねていったらさらに強くなるかなというふうに思いましたし、そのなんていうんだろう、国でね打たれ強いとかっていうのはないとは思うんですけど、そうなると、やっぱり今までねタイ人の選手を見てきて、打たれ強い打たれ弱いなと思った選手誰かっていうと、逆にあんまり想像がつかないなと。みんなそれなりに強かったなっていう印象があって、もしかしたらいるかもしれないですよ、自分が見てきた中での話なんですけど。でそこで思ったのが、スリアンの音というじゃないですか、で、モロニーとのなんか対戦がとかっていう話も出てるというところで、戦績ももう50戦以上やられてると。で、あのアムナットにも勝ってますし、元 WBC のフライ級チャンピオンのソニーボーイ・ハロ選手にも勝ってるというところで、ちょっとなんか不気味な感じがしましたね。タイ人で打たれ強いっていうのは、イコールでは必ずイコールじゃないにしても、WBC は1位で、で、そのね、実力者を相手にも勝ってるというところなんで、この相手がね、来た場合どうなるのかなとちょっと見てみたくなりましたね。っていうところで、
まあ、まとめますと、まあ、井上尚弥選手のその、まあ、発言をねやっぱそのまま受け取っててちょっと想像を超える勝ち方になると、それも早期に決着がつくっていうふうに見てた。で蓋開けてみたらディパエン結構強い人が相当強いなっていうふうに思った。で、そのね派生でいくと、今タイのね、ランカーの1位の、スリアの弟なんかやったらより面白いんじゃないかなというふうに思いましたね。ただそれはタイ人だからイコールで打たれ強いかって言われるとそこはちょっとクエスチョン部分もありますけどというところです。はい。